江戸時代から現在に至るまで三重を代表する名所、観光地である二見浦。二見浦の名所としての歴史は平安時代まで遡ります。和歌に読み込まれる景勝地などを歌枕と呼びますが、歌枕の一つとして都の歌人たちに二見が取り上げられました。夫婦岩を読むということではなく、砂浜を含めた二見の美しい景色が対象となったと思われます。鎌倉時代初期に活躍した歌人西行は何度も伊勢を訪れ、晩年には二見に庵を構えました。西行の歌集、三歌集にも二見の歌が収められています。古くから都人を中心に名所として認識されていた二見ですが、庶民に至る多くの人が知り訪れる場所となるのは江戸時代になってからのことです。ちなみに夫婦岩という名称が一般化するのは明治時代に入ってからで、それまでは立石あるいは立石崎と呼ばれていました。しかし立石と呼ぶことは少なく、一般的には二見の浦あるいは二見ヶ浦と呼んでいたようです。江戸時代にしめ縄が張られるようになった夫婦岩は、沖にある御神体の沖玉石に対する結界の役割、神社でいう鳥居のような役割を果たしていたとも言われます。江戸時代、伊勢神宮に参詣する伊勢参宮が庶民にまで普及し、おかげ参りと呼ばれる参宮ブームも繰り返し起きました。伊勢参宮の際、伊勢神宮だけでなくその周辺の名所を周遊することが盛んに行われ、浅間山とともに二見浦は主要な周遊先となっていました。江戸時代の二見浦の様子を浮世絵から探ってみましょう。美人画を得意とした北川歌麿が描いた二見浦の浮世絵です。18世紀末から19世紀初め頃に出版されたものです。二見浦を描いた浮世絵としては初期のものと考えられます。3枚続きの大画面に9人の女性が描かれています。一部の女性は波打ち際で素足を浸しています。また夫婦岩に向かって手を合わせる女性も見えます。江戸時代、二見浦では神宮参拝前に海水を浴びて身を清める懲りが広く行われていました。実際の懲りの所作とは異なるものの、二見浦が懲りを行うところであるという認識もあって、女性たちの浜遊びの光景が描かれたと思われます。背景の夫婦岩は今のものよりも細長くそびえ、二つの石にはしめ縄がかけられています。そして海上、水平線に朝日が昇ろうとしています。歌麿の作品から約半世紀後に出版された歌川広重の三枚続きの二見浦を描いた浮世絵です。広重は保栄堂版東海道53継ぎで成功を収め、名所風景画の名手としての地位を築いていました。歌麿と同じように女性たちを手前に配していますが、ここでは塵よけの浴衣を身にまとった旅姿の女性たちとなっています。背景に目を転じると巨大な夫婦岩が描かれています。大きさ、形、かかっているしめ縄の描写も独特です。東の空が赤く染まっているのは
朝日が昇る直前を表現しているのでしょうか。葛飾北斎の富嶽三十六景の知名度には及びませんが、歌川広重も富士山をテーマにしたシリーズ作品を制作しています。その一つが二見浦を題材にした本作です。広重の三枚続きの伊勢名所二見ヶ浦の図の夫婦岩をズームアップし、少し高いところから見下ろすようなアングル、そして夫婦岩の2つの石が重なり合うような角度から描いています。水平線の向こうに見えるのは富士山です。実際の二見浦からも天気が良ければ富士山が見えます。この作品でも水平線上の東の空が赤く表現されていて、朝日が昇る情景を描いているようです。朝日が昇る直前の光景をダイナミックに描いたのが歌川国貞、後の三代歌川豊国の二見の浦明けぼのの図です。しめ縄が張られた夫婦岩は巨大でおどろおどろしい形で描かれています。岩の前で休憩する人々と比較すると、その巨大さがわかります。海の方に目を転じると、波打ち際には大きな波が寄せていますが、水平線に至る海面は穏やかで、放射線上に広がる朝日が照らしています。著名な浮世絵師による二見浦を描いた作品に共通しているのは、夫婦岩が現在のものと比べて細長く表現されていること、朝日が昇る前後の場面であることの2点でしょう。三重県総合博物館が収蔵している他の夫婦岩の浮世絵を見ても、同様の特徴が見て取れます。江戸時代の人たちの中には、これらの浮世絵を見て夫婦岩のイメージを膨らませていたのでしょう。ところで、浮世絵に描かれた夫婦岩の共通点の一つ、夫婦岩の細長い形状は、浮世絵師たちが大きさを強調、デフォルメしたものなのでしょうか。それとも描かれた頃はこのような形状に近かったのでしょうか。明治時代の版画や絵画では現在とほぼ同じ姿で描かれています。江戸時代の浮世絵との違いは明らかです。名所を描いた浮世絵の中には、あるはずのない滝が描かれて定番となり、その後の作品でも描かれ続けた事例があるように、浮世絵の世界では風景がそのままに描かれるとは限らないものです。夫婦岩が古くから立石と呼ばれていたように、江戸時代も立っているような岩であったかもしれません。あるいは立石の名称にちなんで、浮世絵師たちが立つ石のごとく描いたのかもしれません。浮世絵のもう一つの共通点、日の出の夫婦岩についても触れておきましょう。すでに紹介した夫婦岩を描いた初期の浮世絵と同時期に出版された伊勢参宮名所図絵にも、日の出の夫婦岩を描いた挿絵があります。夫婦岩が日の出の名所として知られていたことがうかがえます。ただ当時、伊勢参宮の旅人たちが日の出の夫婦岩を目にしていたとは限らないようです。江戸時代の参宮の旅では、宮川を渡った後、
外宮を素通りし、二見に向かう人が多くいました。その後、神宮門前の御師の館に宿泊し、翌日以降に神宮を参拝するのが一般的でしたので、日の出の夫婦岩を目にすることはなかったのです。とはいえ、今でいうオプションで二見に行くこともあったようなので、朝日が昇る夫婦岩の光景を目にした人もいたようです。明治以降の版画や絵はがきなど、また現在の観光用写真でも日の出の夫婦岩の風景が用いられています。今も昔も多くの人は昼間に夫婦岩を訪れ、日の出の風景を見られる人は限られています。江戸時代の浮世絵、また明治時代以降の絵はがきは、実際には見ることが難しい絶景を手軽に見たいというニーズに応えたものだったのかもしれません。江戸時代以前の夫婦岩の形状が今と同じであったかどうかは定かではありませんが、夫婦岩を眺めた時の風景は今も昔もそれほど変わっていないようです。全国各地の名所の中には、開発の波に飲み込まれてしまったところも少なくありません。その中で二見浦の夫婦岩は浮世絵などでイメージし憧れ、伊勢参宮の道中で多くの人々が訪れた江戸時代と変わらぬ風情を残す、三重を代表する名所といえるでしょう。